か絵柄が。やめてよちいちゃん、やめてよ。何言ってんの。あー、え、待って、なんで折れないの。あ、これ潰れちゃうかも。もういっか、これでも。好きなように作りたいんだってね。でたまにみんなの意見も聞くけど、好きに作りたい。トウモロコシ焼いてほしかったんだけど。え、この後焼く？茹でて焼くの。うん、見ないでよね、見ないでよ。かけぐる女の子たち可愛い。面白いね、かけぐる。前、あの眼帯つけてる女の子が好き。もしかして人参はグラッセのつもり？もう何でもいいよ。何グラッセって、そもそも何グラッセって。そんなおしゃれな言葉知りません。あ、なんかいいじゃん。この辺にしといてやる。あ、みんなさ、こういうとこの茎ってどうしてる？こういうとこのこういうのどうしてる？捨てるのもったいなくない？どう調理してんのか教えて。捨てるのもったいないじゃん。あ、お味噌汁いいね。でブロッコリーって結構高いじゃん。なんかこの茎もったいないじゃん。スープ系か。え、味噌汁よくない？てか野菜だったらさ、何でも入れてよくない？スープって。で、ここはこれ、これ茹でるの。じゃこれ取っとこうか。
洗った今。何のメリットがあってそんなこと。いや洗ったんだけど。明日のスープ用に隠しとこうか。やばあいつ見てる。で、あとなんだっけ。じゃがいもって何分くらい煮込む。結構時間かかんの。そうそう、人参取り出さない。熱っ。もうちょっとか。人参取り出さないと。人参柔らかかった。これちゃんと洗うからね。もうちょっとだね。いや大丈夫、信じてる。マユはいつも最後みんなに美味しそうって言われるから。工程なんてどうだっていいじゃんね。最終的に絶対美味しいよねってなるよね、コメントね。あ、ナイスもお願いします。あの時のね、センナイスはなんかドラマがあったからね。ドラマがあったじゃん。あ、フローズンカクテルありがとう。なかなかチンしていいもん。どんだけやればいい気がするの。あ、待って、すぐ戻ってきてね。すぐ戻ってきてね。まだ配信つけてるで。どんだけ監視すんだよ。なんでそんな見張るの。
おっかいや今じゃがいもをあ、本当だあ、ありがとうあ、いっちゃん5個ありがとうございますちょっと待ってテロップ変えますやばいんだけど電子レンジやばくない？やばやば一瞬でできたんだけどあ、ありがとういちゃんごこやばいんだけどやば全部電子レンジでよかったじゃんやば知らんかったね、ちょっとこれそ一般常識知らなかった熱い神だねなんか電子レンジ料理とかできそうだねアニメうるさいってよあんま見ない方がいいんじゃないのああいうかけぐるいとわ悪いことするようなことのアニメ見ない方がいいんじゃないの変な気を起こすんじゃないのそう思わないでなんか変なことしちゃいたくなっちゃうんじゃないのやめねえあんなのみんなねツナ前にガチ切れしてるよまたなんで切れてんの今日の昼間もガチ切れてたけど待ってステーキは最後に焼く待っててあのチンしたらめちゃくちゃ皮がでも簡単に剥けるねピーラーで剥くよりはさもったいなくない、まあ、あんまじゃがいものこと知らないんだよねなんでかっていうとさこれさ野菜なくせに炭水化物じゃん太るじゃん国によってはこのじゃがいもが主食じゃんだったら食べない方がいいなって思ってあんまり調理したことがないんだよねじゃがいもの気持ち知らないよナーボーさんに聞くか どういう気持ちなのってえどう料理されたいのってじゃがいもってだって太るじゃん野菜のくせにねあんまり手を出したことないね超簡単に剥けるごめんね電子レンジ教えてくれたのにさ意地張っちゃった私はこうだからっていやなんかこれもともと芽がついてない綺麗なやつトウモロコシもレンジでやればよかったんだねレンジ最強じゃんいやこれね芽がねついてないやつだねなんかね都心って東京ってさあんま芽がついてるのあんま売ってないよなんかあんまり 見かけないけどねまだ硬い？これさチンしていい？またさらにねこうやって開いた状態でチンしていい？ね
あ、でもほとんど柔らかいけどね。じゃあもう一回チンします。なんかさっきよりもなんか水入れていい、ちょっと。でもう一回これでラストチャンス。水大さじ2入れた。大さじ2。そんなちゃんとした器具なんてね、ないんだうちには。いいじゃんいいじゃん。うまそう。うまいんやって結局。あ、うまそうマジで。どんどんほら吸ってきた水分。謎に。バター少なかった。バターが少なかった。あ、そう。フローズンカクテルありがとう。あのなんだっけ、あのさ、六本木にあるさ、なんとかステーキあんじゃん、有名なところね。有名なとこなんだっけ、あのハワイに生まれず、あそこを意識した、あそこを意識して作った。あ、ウルフギャング、これウルフギャングポテト。ほら、ね、できてるからちゃんと。うん、
じゃあメインをやります。ニンニク使うか。メインやります。ゼロワン今日まだ食べないんだよね、うん、前だけ食べるよ。じゃあ、うん、垂れてないからお尻垂れてないんだけど垂れてなくない？どこが垂れてんの？垂れてないよね。ゼロワンどうせ食べるでしょ。食べないまだ。本当に食べない、うん、一緒に食べようよ。じゃあお腹空いてないから。あ、そう、じゃあいいや。じゃあマヨ先食べます。これ焦げ目つける。あの、牛脂忘れちゃったの。いや、野菜は必要じゃん。油。やべえ、やべえ。なんかポップコーンの音する。野菜の水か。あ、でもなんかいい感じになってる。一緒に食べてくれるとうまそうだね。しょうがない。で、まゆもう10秒しか焼かない。かわいいじゃんね。かわいい。なんかこれステーキ専用のソース。じゃーん、じゃーん。ニンニクチップ一緒に焼いておけばよかったな、これ。あ、このソース美味しいんだ。だってこれ高級だったもん。これだってこれだけで150円とか。で、これの肉は1800円。え、これは何？上からかけるのか、このこれ。ステーキの
焼くぞ。ハンバーグソースにも合うの？わうまそう。もういい？まだ？あっつ、やべえ、焦げてる。玉ねぎじゃなくて。もうこれでいい？え？何やってるの？はい？それ後からかけるんじゃないの？そうだったの？何煮込んでるの？あ、よかった、ゼロワンに怒られずに済んだ。あの、自分のだけ。でも、美味しそうだよ。ビビるんだけど。できた。どう、リスナーさん。あ、ちょっと待って、しかも、うん、完成。どう、どうですか、これ美味しそう。ナイスください。美味しそう、ナイス。できた。じゃあ食べよう。彩りがいいから美味しそうだね。普通にそんなソースさ、焼いたのもそんな。